こんにちは、スプリングです。私は今香川県万能町、ここは土山線の琴平駅と塩入駅の間になります。このダイヤ改正で特急南風号に入っている2000系気動車が南風号から引退をするということで撮影に参りました。まあ、ダイヤ改正まであと1週間しかないんですけどもね。まあ3月に入ったということで、まあ、このように梅の木がね結構綺麗に咲いております。別に3月に入ったから咲いたわけではないと思うんですが、まあ春も近いということですね。ということで、まあこの梅など、まあ、春を探しながらこの2000系気動車が撮影をしていけたらいいかなと思っております。まず最初にね、ここの撮影地、まあ有名な撮影地ではないんですけども、ここで普通列車と2000系をね撮ろうかなと思っております。もうすぐいたしますと特急が来るんですけども、そちらは2000系ではないようですね。まあ、そちらを撮影して、その後潮風じゃないですね、南風の2000系を撮っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、先ほどの動画を撮るより前に一本この手前側で撮影をしてみました。まずやってきましたのは普通列車ですね。一両のみの可愛い列車ですよ。構図探しをしていたら急に来ましたので、まあ普通の写真という感じですね。まあ撮れただけ良しとしましょう。さあ続いてやってきますのは高知行きの特急南風号です。今回は2700系が来ますね。来ましたのは黄色のアンパンマン号です。というわけでこういう写真になりました。まあよりね梅を目立たせるために低速シャッターで少しぶらしております。まあアンパンマンですけど、まあこれはこれでいいでしょう。そしてまたしばらくいたしますと反対方向から2000系がやってきます。こんな単線の路線であんだけ飛ばすってすごいですよね。というわけで少しだけ構図を変えてみました。2000系の南風としては最後の春になるでしょうからね。いいのが撮れました。ではまだまだ春を探して移動していきましょう。さあ先ほどの万能町から徳島県に移動してまいりました。ここは三好市ですね。こちらの方向に淡池田駅があります。でここは吉井川の鉄橋になるんですけども、まあ、来てみますとね、一面の菜の花畑でございます。いやー綺麗ですね。まあ意図せずやってきたわけですけども、いやなかなかいい感じです。というけどね、ここでね撮影をしてみようと思います。さあまずやってきましたのは2700系の南風号です。朝方岡山県内で撮影をした赤色のアンパンマン号がやってきてしまいました。いやまあこれはこれでね、写真としては目立つんでいいんですけどね。ではこんな感じです。菜の花をドアップにし前ボケとして使ってみました。車両が赤色でしたので、より存在感が出る写真になったんじゃないかなと思います。それ続いてやってきましたのは普通列車です。一両編成ですね。まあ、普通にとっても面白くないので少しだけ流し撮りをしてみようと思います。この先はかなりの峠道になっておりますので、まあ、その勢いをつけるためかかなりスピードを出してまいりました。まあ、峠の前に橋倉駅とかあるのであんま関係ないと思いますけどね。もっと青空バックだったらね綺麗だったかなと思うんですけども、まあ、これはこれでいい写真が撮れたんじゃないかなと思います。ちょうど列車の周りにね菜の花がなんか輪っかのようにできて、これはこれで面白いのが撮れました。こちらの菜の花まだ少し早いようですね。まあ、ただここの一株、まあ、一株か分かりませんけど、ここの集合だけは結構咲いてますね。これと一緒に撮ってみましょうか。というわけで16ミリの広角レンズを取り出し縦位置で撮影をしてみようと思います。その脇役としてこの列車をね入れてみたいと思いますよ。菜の花の周りに蝶々が飛んでいて綺麗ですね。というわけで先ほどの写真はこういう感じになりました。まあ、ど真ん中にねこの一株を入れてみましたよ。そしてその脇役に列車という具合です。そして本日の主役2000系気動車もやってまいりました。
シャッターの音からもわかるように今回も奥の方で撮影をしてみました。先ほどと同じように前ボケを使って、そしてねカカシが結構いましたので、少しこのカカシを入れて撮影をしてみましたよ。そして前ボケ以外にも撮影をしていたんですけども、やっぱり列車の存在感が少し小さくなってしまっているかなと思います。そして吉野川での撮影を終え、少し多度津方面に戻ります。何やらすごい場所ですね。この様子はまた次回お送りしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。